レーニンはソビエト連邦が1959年に収益させた世界初の原子力砕氷船である。船名はソ連の指導者ウラジーミル・レーニンにちなんだものであった。レニングラードにおける新造時のレーニングルマウスクからベーリング海峡までに及ぶ北極海航路は1932年から柿のみ運行されていたが1970年代になると決表して 航行不能になる陶器を含んだ通年の運行も求められるようになった。再氷船は強力な推進力と長大な航続性能を要求されるため、ほぼ無限の航続力のある原子力船に適任であった。1954年から原子力再氷船の建造計画が始まり、1956年8月25日に寄港されて、レーニンと命名された。 1959年9月12日、レーニンは、レニングラードのアドミラルティ造船所で竣工し、ソ連政府は、全世界に、その存在を発表した。展示される、レーニンの手記。原子炉点検の様子を再現している。レーニンでは、原子炉で蒸気を発生させ、その蒸気で発電し、電気モーターでスクリューを回転させ推進する。 原子力電気推進方式を採用していた。最初に搭載された3機の OK-150、OK、原子炉はソ連発の原子力潜水艦であるノベンバー型原子力潜水艦に搭載された VMA 加圧水型原子炉と同型であった。全速力を出すには2機の原子炉で十分だったが3機搭載したのはもう1機の原子炉を整備や研究に用いるためである。 だが、この原子炉は、太陽年数が低く頻繁な点検と分解が必要だったゆえに、一時冷却水が漏れた、際の緊急冷却システムなどがなく、一時、冷却水システムが故障した際はすぐにメルトダウンする、恐れがある、安全性に問題がある、原子炉だった。これらの原子炉は1965年の事故後、1967年にも事故を起こしたため、 6回目の航海を終えた1970年代初めまでに2機の OK-900、OK、原子炉に換装された。船体は水密防壁により12の区画に分けられており、船体外側は二重底から上管板まで伸びる、核壁で囲まれていた。船体には、肋骨構造が広く用いられており、対氷補強体と、その上下は高張力構成の外反で補強されていた。 さらに、中高溶接構造の選取材と選備材が船体を氷から守るようになっていた。この船体により、厚さ約1.5メートルの氷を割ることができた。船内は温水による暖房が完備されていたほか、ヘリコプター1機も搭載されていた。1959年の収益以後、レーニンは北極海航路確保に活躍したが、 1965年2月に原子炉の冷却水が失われる原子炉事故が発生した。この事故は炉心溶融寸前の深刻な事態でありの陸民が最大で30名死亡するなど大きなダメージを受けた。1967年にも原子炉が事故を起こしたため事故を起こした原子炉は北極海の野田屋ゼ村付近の海域に投機処分された。 この事故を機にレーニンは大改装が行われ、原子炉が新型に交換された。これらの工事は1970年春までに完了したが、事故の詳細が明らかになったのはソビエト連邦の崩壊以後のことであった。この事故の影響でレーニンは1966年から1972年まで任務から離れていた。 1971年5月から6月、レーニンとディーゼル再氷船、ウラジオストックによる高緯度海域投破が行われ、この時のデータをもとに1970年代末マイナス1980年代初めの北極海航路通年運航が実現した。1974年4月10日には、船として初めてレーニン勲章を受賞した。レーニンは、 外壁の摩耗による老朽化を理由に1989年に退役した。その後、母校のムルマンスクに停留されており、2005年からは博物館船となっているほか、サンクトペテルブルクで博物館船にする構想がある。大規模な事故を起こしたレーニンだが、ソ連及びロシアではそのデータを活かして、 アルクティカ級採氷船などの原子力採氷船を建造しており、レーニン以外に大規模な事故は起こした船はない。ソ連建国の父であるレーニンの名を冠した船であり、ソ連の科学力の高さを誇る船でもあることから、ソ連時代には頻繁に切手の図案になった。ソビエト連邦の崩壊後も何度か切手が発行されている。ABC、世界の採氷船。 P41 ハット ABCD、ソ連海軍時点 P484、ABCDEF、世界の最標線 P93 から94。ありがとうございます。